乃木坂46生田絵梨花 TBS ラジオでミュージカルへの思い語る。乃木坂46生田絵梨花のラジオ仮が1月5日に TBS ラジオで放送される。乃木坂46生田絵梨花のラジオ仮が1月5日に TBS ラジオで放送される。本番組は乃木坂46の生田絵梨花がパーソナリティを務める1時間の特別番組。乃木坂46の中心メンバーとして活動する傍ら、モーツァルト、デ・ミゼラブル、ロミオ&ジュリエットといった作品に出演する生田が自身の素顔やミュージカルへの思いについて語る。モーツァルト、デ・ミゼラブル、ロミオ&ジュリエットといった作品に出演する生田が自身の素顔やミュージカルへの思いについて語る。